デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室ですオミクロン株の猛威は衰えることなく日々感染者数が増えてとうとう9万人を超えました芸能界でも感染者が増えてきて テレビのの出演者が変更されたりしていますので、番組編成も変わってきそうですよねそんな大変な状況の中北京オリンピックが明日開会されます。冬のオリンピックというだけあってウィンタースポーツが好きな人にとっては去年開催された東京オリンピックよりも楽しみでしょう。最近では、メディアよりも、 SNS などで活躍しているインフルエンサーの発信の方が影響力があるため北京オリンピックに関する話題を取り上げている発信を見かけることも増えていますそんな発信をしている内容の中でも独特の言葉が使われて広まってしまうのに疑問を感じてしまうこともあります IT に関することで挙げるなら「ブラインドタッチ」という言葉です キーボードを見ずにタイピングする技術のことなんですけれども、正しくはタッチタイピングと言います。ブラインドタッチで通じるから問題ない。そういう人も多いですけれども、IT 業界、特に IT 教育に関わる人には正しい言葉を使ってもらいたいものです。ただ、このタッチタイピングと ブラインドタッチとは違って同じ意味でも呼び方が違う単語もありますそれがアプリとソフトです今回はこのアプリとソフトについてお話ししましょうスマホを活用するために必須のものがアプリですただこのアプリのことを ソフトと表現する人もいます。アプリとソフト。どちらの単語も間違いではありません。このアプリという単語は実は略語なんです。正式にはアプリケーションソフトウェアと言います。しかし、それでは長すぎるので、 省略した呼び方がされるようになりました。それがアプリとソフトです。アプリという呼び方は携帯電話で個別にインストールできるアプリが登場してからです。この頃はまだアプリという呼び方は広まりませんでした。スマートフォンが登場してアプリをダウンロードするための アプリストアから「アプリ」という呼び方が定着しましたそして「アプリ」という呼び方が定着する前までは「ソフト」と呼ばれていましたパソコン本体や周辺機器のことを「ハードウェア」パソコンを便利にする「ソフトウェア」と分類されているからですそしてこの ソフトウェアはさらに2種類に分けられます。それが基本ソフトウェアと応用ソフトウェアです。基本ソフトウェアは Windows や MacOS、Android や iOS といったオペレーティングシステム OS と呼ばれるものです。そして応用ソフトウェア。 つまりアプリケーションソフトウェアがいわゆるアプリです。ですからこの2つを分かりやすくするためにアプリケーションソフトウェアのことをソフトと省略されるようになりました。ちなみにソフトバンクはソフトが大量にある場所という意味合いが名前の由来になっています。それほど ソフトといいう呼び方が定着していたんですよねアプリとソフト呼び方は違えどどちらもアプリケーションソフトウェアのことを指していますのでどちらの名称を使っても正解なんですスマホやタブレットで使用するものをアプリパソコンで使用するものをソフトといったように ここの2つを使いい分けることが多いですね。アプリとソフトのように省略しても似たような単語であれば問題ないでしょうけれども全く連想できないような省略された単語などが日常に氾濫しているので頭を悩ませてしまいます。使われている単語を感覚ではなく 意味合いいを理解しして使用したいものですねまた日常生活では特定の地域に特化した略語もあります。兵庫県の人にとっては何の不思議もないでしょうが国道2号線のことを兵庫県に住む多くの人が省略して「二国」と呼ぶそうです。でも 国道1号線を1国国道3号線を3国とは呼ばず国国道2号線だけを省略しして2国と表現します。兵庫県を横断するメインの道路が国道2号線だからこその略称なんでしょうけれども初めて聞くと何のことかわからず混乱してしまいそうですよね。 デジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信していますまたアプリやパソコンの使い方の情報をウェブサイトや YouTube でも発信していますそして現代社会を楽しく豊かになる考え方や行動に関する情報もポッドキャストで配信していますので概要欄からアクセスしてみてくださいデジタル教室からあなたにプラスン